おはようございます。リキューです。ウェルエイジングアワー、朝のウォーキングラジオをお送りしていきます。東京の隅田川のほとりを歩きながら、年を重ねるエイジング、その先にある介護情報をお伝えしております。皆さんお帰りございませんか。今日の隅田川の上空は全面曇りですね。ただ風波度は1、風が非常に穏やかで、そんなに風切り音も入らないような、こういうライブを外で収録するにはいい、風の状態ですよね。はい。あ、おうちで新聞の田村さん、おはようございます。いつも聞いていただいてありがとうございます。田村さんも聞く新聞という、そういうことを音声で配信していらっしゃる方なので、ぜひ聞く新聞というタイトルで検索したら出るのかもしれませんので、おすすめしますので、ぜひ一度聞いてみてください。またなんかご一緒できるといいなというふうに思っています。随分春らしくなってきたってほどじゃないけど、寒さは少し和らいできましたね。はい。あ、うちで新聞、玉さんありがとうございますというコメントもいただきました。やっぱこう、つながる、一緒にやるっていうのはいいですよね。一人でお話をして、聞いていただいている方とディスカッションを深めていくということがいいなというふうに思っています。その手段は、様々ですね。実際お会いする、あるいは、音声じゃなくてですね、動画で、YouTube でライブをする、私もよくやっていますが、それとこの音声、それぞれ捉え方が、受け止め方が、随分生命科学的に、脳科学的に、随分、その効果とか反応が違うらしいですよね。今それも少し、本を読んでるんですね。この顔をどういうふうに認識するんだろうとか、音はどういうふうにして認識していて、その違いは、どうだろう。どっちがいいとか悪いとかいうよりも、やっぱ違いがあるということですね。この動画で届ける、音声で届ける、あるいはテキスト、文字で届ける、あるいはそれを組み合わせするということですね。この新聞っていうのは活字で読む、ペーパーで手に取って読む、本もそうですよね。それを耳で聞く。本は最近オーディブルっていうものがあるので、なかなかこのじっくり本を読めない人、あるいは目が不自由な方にとっては、それを音声にしてくれるっていうのは非常にありがたいですよね。それとながら聴取、何々しながら、歩きながら、あるいは移動しながら、ドライブしながら、家事をしながら、それがですね、実はこの音声の最大のメリットっていうふうに昔から言われてきているわけですよね。私もラジオ調査を3年間担当していた時のことを思い出してるんですが、このラジオ聴取の最大のメリットは、ながら聴取というふうにもう随分前から言われていました。テレビと違うんですよっていうことですね。テレビも、あるいは YouTube も、実は言うと音声だけ私は聞いていて、あまり画面を見ることがないんですね。であれば別にテレビでもないければ YouTube でもなくて、こういうポドキャストでいいんじゃないかなというふうに思って、その組み合わせ、使い分ける、あるいはミックスさせるということがいいし、簡単にできる時代になりましたということですね。同じ情報もその手段を変えて伝えてみると、受け止め方が違うということですね。顔が見えて聞いている人、見てる人の捉え方と、声だけで聞いて受け止めてる人は、どうも違うらしいですよね。解説するほどまだ知識がないので、またそれを伝えて、調べて伝えていきたいなというふうに思っています。はい。ですが、この朝のウォーキングラジオを外でやる、ウェルエイジング、アワーをですね、続ける意味を私なりにいろいろ模索をして、ディスカッションして、で、他の方がやっている放送を聞いてみて、あ、こういうやり方があるんだ、こういうふうに聞こえてるんだ、あ、いいな、
じゃあ僕の場合はどうだろうということを、やっぱりこう、振り返りながらですね、まあ、進化させていきたいなというふうに思いますので、またどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日のテーマはですね、予防のモチベーションということですね。予防といっても様々ありますよね。まあ、このウェルエイジングアワーで言うのは、健康、不健康にならないように予防する。病気にならないように予防する。あとは介護でも介護予防という言い方がありますよね。要は、そういう予防がですね、簡単なようで難しいよねって話を昨日、お話をしてきました。これは予防医学の延長上で、様々なサービスとか商品を作っている、まあ、例えば検査ですよね。予防のために体の状態を検査してみる。その数値に基づいて予防の方法をご提案をする、そういうサービス、商品をお持ちの方と、ディスカッションをしてきました。で、その方が言っていたのはですね、なかなかこの予防という商品は、理解してもらったり、説明したり、あるいはもちろん買っていただいて、効果を出すまで道が遠い、なかなか簡単ではありませんというお話を聞きながら、さあどうしましょうかっていう話を少し意見交換させていただきました。私もね、同感なんですね。みんな病気になってから必死で治療に向かっていく、あるいは介護が必要になってからサービスを受けていくということですが、実は一番お金もかからなければ幸せな人生を長く続けるためには、この予防という概念、予防という生活というものをしっかり理解していくということですね。で、今のこの情報社会、医療の進歩、あるいは我々が提供しているこの介護というもので見えてきたのは、こういうふうにするとこうはならないよねっていうことがかなりの情報、あるいは何ですか、歩みの中で分かってきてるんですね。それを生活の中に取り入れていけばですね、病気になるリスクを低くすることができる、あるいは介護にならない、歩けなくなるような時期を遅らせることができるということがもうある程度分かってる。で、それはそれをちゃんと理解して、要は行動に移すか移さないかの違いなんだろうというふうに思うわけですよね。まずは一つは、まだ知らないっていう人がいるということですね。でも努力すれば情報はもう巷に、あるいはネット上にも、あるいは本屋さんにも、音声にも YouTube にも、まあ、溢れているわけですよね。で、そういう本がたくさんあるけど、それをちゃんと選んで自分に合わせて生活習慣を変えることができるかどうかというところに、なかなか入っていけないし、まあ、商品が売れない、サービスを使ってくれないという、まあ、そういうご指摘を昨日いただいたんですが、まさしく行動にならない、お金をそこに落としていかないということですね。でも保険に入って健康からですね、病気になったり介護が必要になったり認証になったら、ちゃんと保険に入ってそのサービスを受けられるところには、ある程度投資をしているわけですよね。あるいは準備をしている。それが公的な医療制度、介護保険制度が動いているので、まあ、当然といえば当然なんですが、この自分事としてそういうものに積極的に、まあ、時間を費やしていくというところがまだまだ弱いというふうな話でした。まあ、でも随分変わったんですよね。脳梗塞が減っています。これやっぱ生活習慣が変わったからです。ただ高齢者が増えて寿命が伸びたので、病気になる人、介護が必要な人が人口構造的に増えている。で、その対策の一環としてコスト面だとかですね、実際病気になった人、あるいは認証になった人、介護が必要になった人のサポートをしながら、ここにリスクポイントがあったんだ、だったらこの時にこういうことをしておけばこのリスクは起きなかったかもしれないっていうのも、我々のこの活動を通して分かってきているところがあるんですね。介護が必要になった人の
今の状況を見れば、その人から学んで、介護サービス、あるいは介護予防というものができる、あるいはリスクが高い人はどの人だろうということが分かるということですね。で、昨日お会いした人はですね、この遺伝子の側面から、遺伝子検査からですね、このリスクを見ていくんですね。で、それは数値になって出てくる。で、遺伝子検査を、採血、血液で調べていて、そのリスクを調べて結果を出すまで、20日間くらいかかるようでした。で、結構費用もかかるので、まだ一般化してない。一般化してるんですけど、商品化されているんですけど、やっぱり決して安い検査じゃないので、さあこれをどういうふうに広めていこうかというところで、試行錯誤を繰り返している、ビジネス経営者の方でした。さあどうしましょうかということで、ずっと説明を聞いて、で、その人がおっしゃるのは、がんのリスクを見ていく、そういう検査の、システムを開発している人なんですけど、伝える説明をずっと聞いているとですね、性能とか仕組みの説明が、すごい多いですよね。で、それは非常に重要なことですよね。こういう仕組みで、あるいはこういう、この科学的なエビデンスを持ってこうである、で、検査値はこういう理論でこういうふうに計算されてあなたに対してこれを提示していくということですね。で、がんもですね、生活習慣だって言ってるんですよ、その方はね。がんは病気である、ただ細胞の変化である。で、細胞の変化はなぜ起きるか、一つは生活習慣から起きる。で、その起きやすさというものは遺伝子、体質による。で、その遺伝子を調べていくことによって、遺伝子を変えるというよりも、その遺伝子の変化の中からリスクを見ていって、で、それが上がった下がったであれば、その生活習慣を変えていく、病気は生活習慣の結果であるという、流れをお持ちの方でしたね。で、私もそれは基本的にも共感してるんですね。で、さらに、で、生活習慣をどういうふうに変えていったらいいかっていうところで言えばですね、食事、栄養なんですね。で、その人がそういう食事のサービス、その生活習慣を変えなくちゃいけないっていう、数値が出たら、自分でやってくださいってことではサービスが完結しないので、その先に健康を整える、介護予防、あるいは健康予防、病気の予防、がん予防のための食事というサービスを提供するもう一つの事業もされていました。で、さらに食事だけではカバーできない人も多いということで、食事プラスサプリメントというものも、一つ自分たちのグループの中で取り扱っているということですね。で、さらに、これ私と一緒で、ここが実はお会いするきっかけになったのが、高齢者の方々のコミュニティを作りたい。ここはね、私と共通事項なんですね。ですから、なんかご一緒できることがあるかもしれませんね、ということでお会いしまして、情報交換をしたということですね。さあ、皆さん、どうですかね。この、予防の概念っていうのは随分分かってる。生活習慣もこうしなくちゃいけないっていうことは、頭の中では理解している。その程度の差はあるとしてもですね、どんな人が行動を起こして継続しているんだろうかというところですよね。それをしっかり見極めながら対象者、ターゲットを絞り込んでいく。で、どうしてもそういうところに行動が伴わない人たちまで意識を変えるのは次のステップで、まずはちゃんと結果を出す人たち、行動に移行する人たち、そういう人たちは誰であるかということをしっかりマーケティングして、その人たちにやっていただくということがいいんじゃないかなというふうに思うわけですね。で、私が常日頃考えているのは、スペックとかエビデンスは重要ですよ。それをしっかり理解した上で、科学的なエビデンスより物語が必要なんじゃないかというのは私の考え方です。
こういうふうに生きてきた人が、こういうふうに暮らしてきて、こういう教育を受けて、こういう仕事をしてきました。で、こういうことがあって、今はこういうふうに考えていて、で、健康は、に対する意識だとか、あるいは病気になったら、病気になった時の状況はこうでした。で、今はこんなことを考えていて、こうなりましたっていう、このライフワーク、まあ、我々は物語って言ってますが、サイエンスベースドというよりも、ナラティブ、その人の人生の物語をベースにした考え方が、この予防の中にしっかり入れられてですね、そういう説明を適切に、相手の状況、心理状態に合わせて、あるいは所得だとか、お仕事だとか、そういう個性に合わせて、しっかり物語を説明できることが必要なんじゃないかというふうに私は思っています。これは介護の世界の中で、ナラティブベースドケア、あるいはナラティブベースドメディスンかな、この医療で治らない、あるいは理屈でなかなか改善できない人たちに対しては、やっぱりその人の人生、考え方、人そのもの、物語に向き合うしかないんだよね、というようなこと。で、それが、実言うと、結構有意義であり、効果を出してきたということも肌感覚で分かってるんですね。で、それを我々は事例検討という言い方、こんな人がいましたよ、ということで、情報共有して、まあ、見取りもそうですし、認知症の方々のケアをするときにも、回想法というようにですね、どういう人生、どういう記憶がある人たち、どういう生活習慣を持っている人たちなんだろうという、そういうことを共有していく必要があるということですね。ですから、物語。それと、もう一つ同じことではありますけど、このエビデンス、スペック、エビデンスよりファクト、事実ですね。事実が欲しい。事実というのはどういうことかっていうと、実際生活習慣を変えようと思って行動を起こした人たちが、実際こういうふうに生きていった。こういう結果になった。それは科学的なエビデンスではないかもしれないけど、かなり個性、個人的な要素に引きずられるとしても、こうなった人がいるよねっていう情報を、やっぱり人が欲しがるんじゃないかというふうに思うわけですよね。例えば、何パーセントが何パーセントになった、数値がいくつからいくつになった、それは科学的にこうだ、それをこういうドクターとかこういう研究所が証明している。それ重要なデータであり、エビデンスですけど、じゃあそれで具体的に、それを実行して健康になった人、あるいは事実、実物、実態があるんですか？ファクトが存在するんであれば、それを教えてほしいということですね。ファクト自体をですね、この科学にするのはそれなりに難しいかもしれませんが、まあ、疫学研究はその領域なんでしょうけど、どうしても世界が、あるいは国が制度として認めるためには、なかなかその領域って難しいかもしれないけど、人が心を動かして行動を変えるときに必要なのは物語と事実じゃないかなっていうふうに私は思って、それをその商品のコンセプトにして、説明にして、販売のシミュレーション、販売方法を考えていく伝え方ですよね。伝え方、見せ方、かな、表現の仕方を、そこを入れながら、予防という、そのモチベーションを維持する方向に向かっていきたいというふうに思っているところです。ですから、様々なこの手段、冒頭申し上げたように、動画と音声とテキスト、それから OJT、まあ、実際試してみる、ディスカッションしてみる、で、小さなグループでいいので、コミュニティを作ってみて、ディスカッションしてみる。で、私の場合はこうだったよ、ということですよね。特に高齢者の場合は、個人差が非常に大きい。それまで培ってきた生活習慣の蓄積が、
今その人の考え方だとか体を作っているとしたら非常に個人差があるわけですよね。 65% は遺伝子である。その遺伝子を調べて今の状態を見て 35% の生活習慣を変えるとがんにならない、あるいは介護が必要になる時期を遅らせることができるということです。はい、石川さんおはようございます。あるいは認証予防も人と細胞の変化ですよね。であればその生活習慣を見る、で生活習慣を変えるためにちゃんとした検査をしていく、その検査は遺伝子に基づくというような、まあそういう流れですよね。さあ皆さん、歩いたら健康になる、でも病気が治るっていうふうに言ってるんですけど、歩くことは治療じゃないので、やっぱり生活習慣、一つの予防ですよね。歩くことはいいことである。でも多くの人はやっぱり歩かない。で、病気になったり、怪我をして歩けなくなってから、どうするかっていう話になると思うんですが、そういう状態になってから予防というよりも、やっぱりそこはもう治療、ないしは介護っていうことですね。で、前、調査したことがあるんですけど、もう老人ホームに入居されている方と地域住民の方々の、まあ、健康介入調査の中で、老人ホームに入っている方々の集団っていうのは、過去に何かあったという、この、一つの特定の集団だったということが後で分かったんですね。過去に倒れたことがある、大きな病気をしたことがある、なので自分のために在宅で一人で暮らすより高齢者住宅老人ホームに入っていざという時のサービスを先行的に買っていく、これも一種の予防ですよね。まあ、介護が必要になれば介護を受けるっていうサービスと、元気な時から入る高齢者住宅、これ一種の予防です。で、そういうサービスをすでに手に入れた人たちは、なかなかこの習慣を変えない。もう住まいを、サービスを買っちゃった人たちは、予防に向かわないという結果が出たことがあるんですね。ただ、地域で暮らしている人たちは、路上部に入る高齢者住宅に引っ越さなくちゃいけない。そういう状態になる前に、歩けって言えば歩く。牛乳飲みなさいって言えば牛乳を飲む、あるいはストレスを溜めるなって言えばストレスを溜めないようなことを考え始める。ここにね、すごい大きな差が出た結果が実は昔あったんですね。ですから医療保険、診療報酬、介護保険、介護報酬、いざとなったらサービスがある程度は整っている日本、非常に安心で過ごしやすい、高齢期過ごしやすい制度を持った国です。ただ、それがあるから、この予防の努力をしなくても大丈夫というのは、やっぱり違いますよね。ですから、タバコを吸って健康に気を使わない人たちの医療費、あるいは毎日歩いて、食生活も気を使って、病気にならないように、介護にならないように努力している人たち、今日もこうやって、隅田川のほとりを歩いている、まあ、エイジングを重ねている人たちの、この、相互扶助の保険料が同じである。あるいはサービスを受けるときに、タバコを吸っている人と吸わなかった人の、その介護費が同じであるっていうのは、果たして平等なんでしょうかっていうところもよく議論しているわけですよね。まだまだ事実エイジングモデルを必要で、命をつなぐ一緒に暮らしている高齢者の方々がをモデルとしてですね、その人がなぜ今こうなってるかっていう事実モデルにして、介護予防あるいは健康予防あるいは認知症予防っていうものをちゃんとシステムにして、あるいはウェルエイジングビジネスとして実装していけないかなということを昨日ディスカッションの中で考えて、またそれを別な方と共有して考え方を深めて、
まずはやってみよう。まずはコミュニティを作ろうというところに入っていきたいというふうに思います。はい。ぜひ皆さんも、予防というところを、自分の生活習慣を変えるというところに、何かできることがないか、できない理由を並べていないかということを少し見ていただいて、自分がモデルになるくらいのつもりで、一緒に、ディスカッション、あるいは、事実、ファクトを作り出す、そういう活動に ご協力いただければ、というふうに思います。はい。いつも聞いていただいてありがとうございます。東京は曇り、皆さんの地域はいかがでしょう。今日も良い一日をお過ごしください。またお会いしましょう。